はい、おはようございます。おはようございます、はい、しっかり商品防災広告になりました。ひぐまです。昨日ですね、川越の商品盆栽会、行ってきました。ちょうど私結婚してすぐ川越に住んでて、だからおそらくこの当事園に来てなければおそらくそこの会に入ってただろうっていう会なんですね、うん、昨日だから23年ぶりだったんですけど、あの元会長さんと話をしたら行ってきて盆栽を買ってきた。もともと鉢がね、いい鉢がたくさん安く売ってるよっていうことで行ったんですけど、まあ、結局木を買っちゃったっていうことで、なんでこの木を選んだのかよく聞かれるんですね。ひるまさん、何の木買ったのみたいなこと言われるんですけど、うん、どういう理由でこの木を買ったかっていうのを、まあ、ちょっとご紹介というか、はい、はい、したいと思います。鉢も買ったんですよね。鉢はね、鉢はこのもう倍、10鉢ぐらい。お父さん、鉢は買って。鉢も買ってるんです。鉢がたくさん買いました。鉢の紹介はないですか、今日。鉢はだからね、忘れちゃったんです。忘れちゃったっていうかね、ツイッターであげたんですけどね。あ、なるほど、ええ。じゃあツイッターを見てください。そうですね、相場のね、3分の1ぐらいで安く買えたんですね。どれがいいかな。最初はこれかな。やっぱり一番大きいやつですけど、これ赤松ですね。はい、で、もう見たとき、もう、まずこの木を何で買ったかっていうと、一、うん、つやっぱり古さですね、はい、で2鉢あったんですけど、一つはまあ1本のひょひょっとした木だったんです。ちょっと太かった、うん、でこれはまあ相関でできてて、なんとなくこうパッと景色が見えたんで、景色が見えたということで、やっぱその今言ったこの古さですね、うん、この幹模様がね、パッと見た時に我々よくバカがないって言い方するんですけど、ここ細かい曲がずっとついてて、うん、っていうところがいいなということで、まず手に持って、で私必ずこうやって見た時にこう鉢を見るんですけど、これがマチって書いてあるの見えますかね。マチ、マチ、ここら辺に、はいはいはい、町直さんっていう人の鉢で、結構するんですよ。で多分相場で言うと作った方には申し訳ないんですけど、木よりも鉢の方が高いかもしれない。でちょっとワンポイントでね、これさっき見てたら顔みたいになってますよね。顔違いますよね。なんかこれ顔、私がなんか悪いなんかあれかな、下竜みたいな、うん、まあ、竜には見える、見えますよね、うん、でこういう鉢珍しいんで、まあ予約鉢の方がちょっとね相場的には高いんですけど、まあ出鉢もすごく素敵で、まあ、これ辺正面でね、ちょっとここら辺の竜が顔見えるのがいいかなっていう、なるほど、うん、なんでまあ木も良くて鉢も良くて、そこそこの値段だったんで、うん、はい、あの1万円はしてないです。なるほど、はいはい、それから、次に見たのがこの心拍ですね、うん、もう 見た時はもうここですね、ここの曲がり、うん、ここまでですね。なんで私買う時はもうこういう木はパッと足元見たらもうここ見ない、もうここだけで買いますね、うんうん、ここで買って、あとは、上はもうどれでも作れるという考え方なんで、それで、買ったということですね。でこれがね、うちも実はまた後から知ったんですけど、千の勝と書いてる、非常に味のある鉢です。でこの方、作者の方もちょうどいて視聴したんですけど、素晴らしい方でですね、急に私はファンになってしまったそうです、そうなんですよ。でこの方の鉢はもともと鉢だけ、釉薬鉢だけで買ったんですけど、その作者の人あそこにいるよっていう話で声かけて、まあ偶然なんですけど、これが後から知ってその方の鉢だったっていうことと、うんうん、実はもう一本これもそうですね、これもそうですね、うん、分かった、はいはい、あまり宣伝したくないようなしちゃってますけど、これは、まあ、石灰ヒノキはまあ割と好きなんで、うん、やっぱりこの相関のね形が、まあ、割とこれちょっと曲がってるのはむしろまっすぐにした方がいい、直感にしたいんですけど、相関、相関っていう見方はですかね、でもしくはミニ盆栽愛好家としては、うん、この取り決まりかなって、はい、もうしばらくこれで作っていきながら、うん、まあ、将来どうするかっていうのをちょっと考えたいなということですね、うんうん、まあ、非常に普段もお手軽だったんで、どちらかというとこれはまあ木の形がいい割にはお安かったっていう、うんうん、お値段で買ったっていうことですね。これはもう私の大好きな黒松、はい、はい、地元を、はい、あ、地元ですね。でこれのシャリなんかもね、あのできてて面白いの でこれもさっきと同じですね、ここでここだけですね、うんうん、買うのは、うん、この曲ピントが小さいから、小さいからね、はい、この曲ここら辺の、うん、どう言ったらこれに見えますかね、はいはい、ね、足元からぐにゅっと曲がってる、うんうん、ね、この辺が短く見えますかね、そうでしょうね、はい、上は、うん、どう作ろうかなっていうのはもうこれから考える話なんで、うん、買うのはここだけ、足元だけさっきの心拍と一緒ですよね、うん、足元だけで買うっていう。でこいつはですね、これも最近豆盆栽に凝ってますんで5センチ以下、うん、これとこれについては5センチ以下にしたいなと思って、ちっちゃくて
ね、だからこの方はその鉢作家さんが作った木なんですね。でこの木は92歳の方だ、相当古い木なんですね。でこの方と多分これ全部そうだって言ってましたんで、まあこれはまだ若い木ですけども、何がそうだ、ごめんなさい、作家がさんが同じ作家さん、あ、この3つが一緒ってことですね。一緒ですね、はい、あと鉢がこれやっぱだからね、このお二人のやつほとんど買ったんですね。でこれはミニ盆栽作るために買って、うん、これはさらに1個だけで買った。でこれは、まあ、五葉松ってこういう小さいとなかなかねないんで、これも5センチ以下にしようなっていう、まあ、目的を持って、うん、できるかどうか分かんないんですけど買ったということですね。基本的にポイントとしては古さと、一つはこれは古さですね、それとまあこれはお値段ですかね、値段、値段と、まあ、樹種に対してのお値段が良、うん、かったで、この辺が足元で買ったよということと、うん、あとはまあ目的の大きさですよね。なるほど、ということですかね。でぶっちゃけ、足元で買うって言っても、多少いいじゃないですか。ああそうですね。やっぱそこも、これが機種でも買いますか。結果的にね、機種でも買ったと思いますね。あ、本当ですか。ええ、機種が悪いっていうわけじゃないです。機種が悪いってわけじゃないですね。ただ、それでね、糸魚川が、うん、まあ人気なんでね。人気だから。そうですね。でね、あ、そうそうそう、あのね、あの盆栽園で買う場合っていうのは、こういう木を見て、自分で構想を練るんですね。時間があるから。これを見てどっちに正面しようかな、こっちも正面いい、面白いんですね、はいはい、この距離が短くてこの距離長いだけど、こちらは短いんだけども後ろに帰ってるから正面どうしようかなとかってことをいろいろ考えるわけですけど、奪い合いの時時間がないですから、もう瞬間なんです、奪い合い、奪い合いですからそうなんで、即売会とか、まあ、皆さん行かないかもしれない、競りとかね、はいはい、ああいうところになったらもう一発勝負でパッと言わないとダメなんで、うん、そうですね、そういう時はもうそういう買い方をするっていうことですね、うん、ちょっとそこが即売会といわゆる盆栽園とかでね、買う買い方の違いかなっていう気はしますよね、はい、ということでぜひお安く急に終わり持ってってますけどちょっと大きい気も、大きい中品はやっぱり変化ですよね、うん。これなんかも全然作ってない。あ、面白い。うん、これなんかもあんまり出たことないと思うんですけど、これは黒松、これは赤ですね。赤。赤です。一応目が赤。これはどうなってんの、組んでんのかな。これはね、もっと出会ったかったんです。はいはい、だけど根毛が面白いんで、はい、なんとかなるかなと思ってこれ潰したんですよ。ぐーっと。一回し、あ、これまだ引っ張ってますね。ここで。あ、これはネットオークションで買った時、あ、もう幹食い込んじゃったこれがね、はいはい、そういうオークションとかで買う時はね、やっぱりポイントやっぱ絞ります、どっか、うん、ここが面白いって自分の構想でここで潰して今こうなってきた。で鉢も全然植え替えてないし、おもろいですねこれ、こういうポイントが根毛とか、うん、バッと一発ですよね。古さとかやっぱり見どころですよね、1個、うん、こういいとこ見つけないと。で、さっき石灰ヒノキで、木の割には安いって言ったけど、安いだけで買うと後悔します、それは。そうですね、うん、安いから買うはね後悔するんで、必ずやっぱりポイントですよね。これなんかもそうですよね、こう後ろから見ると見えますけど、うん、こういうとことかこういうとことか、その木のポイントっていうのを見つけて買いますね。出ないとね、やっぱちょっと飽きちゃうんですよね。多分相場が分かんないと思うんですよ。ああ、そうですね。そうですね。まあ、見るしかないんですけど。そうですね。基本的なポイントとしてやっぱ古さと、あとは格好じゃないですか。まあ観光ポイントここがいいっていうところですね。樹形っていう。はいはい。前のあれもそうじゃないですか。あ、ちょっと赤松、ちょっとまた話なくなった話が始まると長いんだな。話すことないとか言って。話すことないっつって、ずっとやってるやつ。おはい。これがまさしくその買い方で。サイズ間違えたやつ。多分ここら辺が正面で、うん、これダラダラダラっとこっち行ってたんですよね。そうですね。で作者もそういう風に作ってるから、それを正面として写真載せてて、はいはい、でポイントでいくつかあった時にここがあったって、ね、この陣あったじゃあシャリか、だから私はここだけで買ったんですよね。ほうほう。ここだけで買って、あとはもうどうにでもすればいいやっていうことで、第1弾第2弾ってやってるから、うん、これも針金食い込んできましたね。もうやばいやばいですね、こんな木ばっかですけど。でもこれは元気ですよね、うん、これ目切りもして短い葉っぱできてますから、これもだいぶ厳しい作業しましたね。厳しい作業しましたね。これが私の動画の中で一番あれかな、回ってる多分視聴回数多いんじゃないですかね。一番多分10万回以上行ってるやつだと、第1回は。あ、うん、それで第2弾曲げて
一箇所枯れてとかね、はいはい、植え替えしてみたいなやつでシリーズ化してるやつですよね。そうそうそう、元気になってここの目的を持って買ったっていうことですね、うんうん、はい、そこら辺が、まあ、買い方のポイントですよね、はい、まあ、ここら辺みんないつも紹介しますけど、やっぱこういうね、ここはもうポイントここですよね、はいはい、ここだけで、あとはもうどうにでも作れるよ、うん、もうみんなここら辺のやつみんな、あ、まあ、これがよくね最近 T シャツにもしていただいた、はい、こういうやつとか、まあこれもですね、まあ特徴といえば唯一ここの落ちがこう落ちてるよっていうぐらいで、うん、だからやっぱり特徴が少ないとつまんなくなっちゃう、うん、これなんかちょっとつまんないですよね、単なる、まあこれはあれか、なんか食いつきでやったやつですかね、わかんないけど、あ、そうかもしれないですね、確かに1個こうポイントが、こういうね、こういうポイントとかね、ポイントで買ってるみたいな、はいはい、ということですね、同じような木でも、そうですね、いいところ見つけてそこを生かす作り方をしよう、そうですね、ポイントで買ってそれを生かした作り方、これなんかもうこれ紹介したことないと思うんです、これは展示会で、この辺はまあ面白いなと思って、やっぱりここですよね、ここの俺下から、ここですね、よくて買ったと、そうですね、ここがよくて買った、まあ、これもまあね、差し枝でダラーンとしていいと思うんですけど、これもね、位置が全然、多分打ったんですね、これ位置がね、全然違ったはずなんですよ、前の写真ないんですけど、そういう、何かこう、ここいいねっていうところがね、やっぱ人間もそうですよね、一つぐらいいいとこないと、そうですね、うん、いいとこ見つけて、いいとこ見つけて、そこを伸ばすと、伸ばすと、はい、あとね、これちょっと偉そうに言っちゃうかな、あのね、スカウトマンの気持ちで買いますね。アイドルとかスポーツ選手もそうじゃないですか、なるほど、面白いね、高校生の時、はいはいはい、で今はまだ磨かれてないんだけど、こここうすればよくなるなとかっていうのを見つけるっていうのはありますよね、うん、ダイヤの原石を探して、ダイヤの原石、デビューさせると、そうなんですよね、だからその時ピーク来てるとやっぱりね、プロになってからダメになったりする人もいますけど、うん、ここを磨けば光るっていう、なるほど、ここは見てますね、秋元康氏の気持ちで、そう、まあまあスカウトマンの気持ちで、だから、はい、買うようにしてますね、HLM HLM48 です、あ、そうですね、そうですね、48 48これだ、そうですね、という感じで、はい、はいはい、というところですかね、まあ、皆さんもそれを参考にいいものをぜひゲットしてください、はい、はい、じゃあ第2弾ではちょっと盆栽作ってきます、ね、わかりました、はい、ありがとうございました。